はい、今回のドライブはですね、どっかで見た景色でしょう。はい、中央駅の東口ですけど、これからですね、谷山方面に向かいます。本当はですね、もう少しで、ね、あっちこっち行くつもりだったんですけど、あ、左にレーンを変えますね。ガソリンがですね、ちっかんちっかんしだしてですよ。この、メーターが、メーターってあれがですね。それで、まあ、あっちこっちガソリンスタンドはあるんでしょうけども、もう、だいたいこういう時はもう私はもう、しませんから、もう、なんかこう、これが、あ、見えない力が働いたって。まあ、単純に言えば、ガソリンを入れてくるのを忘れただけの話なんですけどもね。ほんで、谷山の方に行くっていうのは、要するに帰るんですけれども、途中でハンズマンによります。ハンズマンっていうのは、DIY の、なんていうのっけ。まあ日曜大工とか、それからいろんなのをこう自分で組み立てたりする時の部品なんかが売ってるところなんですよ。多い時はね、6回ぐらい行ったことあるじゃないですかね。なんでそんなに何回も行くかっていうとですよ、部品、この部品があれば完成するっていう状況になった時に、その何センチ何センチぐらいかの、その、まあ、例えば L 金具ね、L 金具ですね、そういうのが一つあればすごく便利になるっていうことで、こう走るじゃないですか。で帰ってきてそれをこう取り付けてやって、うん、これでよかったと思って、それをちょっと車でとか、その、試運転みたいなのをちょっとすると、あ、ここをもう少し部品、長い部品にするとまだ良くなるんじゃないけとかいう具合にしてですね、行くわけですよ。でその時はですね、1個しか買いません。これでいいけっていう時に4個買って、だいたい4個必要ですから、私の場合は。で、ああ、違ったという時の4個はダメージが大きいですからね。だから1個ずつしか買わないわけですよ。そうするとですね、あ、これでいいと。あ、この部品があと3個あればいいっていう。それだけでもやっぱり最低でも2回行くわけですよね。まあ要するに6、とにかく6回ぐらい行ったことあります。この前も4回ぐらい行きましたからね。3回4回当たり前ですよ。それとその、北山っていうところ、だいたいこの2軒あると、私のレベルの工作っていうのは、揃います。でそれで試作品を作って、最終的にはまた別のやり方をするんですけどね。だから要するに近いわけですよ、そのハンズマンとね、その北山、割と近いもんですから、そういうゲートができるんですけど、これが30分とか1時間離れてたら、とてもね、そういうあれなくて、もっと真剣に図面を描いてですよ、簡単な図面でも描いてこうすればいいんでしょうけども、もうそれをしませんから。私はもう実践配線図で育った世代ですからね、物を当ててみてっていう感じでしますのでね。その
買った方が、今いろんなものが安くなってるじゃないですか。ですから買った方が安いっていう思うんだけど、私が欲しいものがないんですよね。だからもう自分で作らんなしょうがないんですけども、だからね、一つのものが一つのものがこの完成した時は、そうですね、妙なもんで最初よりもずっとシンプルになって、で値段もすごく安くできるんですよ。できるようになるんですよ、私のこの場合ですよ。で最初からそれを考えておけば1000円ぐらいでできたのに、この今カメラをこう車載カメラにするための、装置というか、マウントというか、それを今作ってるんですけど、どれぐらい使ったろうか、2万円ぐらい使ったんじゃないですかね、なんやかんやで。もうね、笑いますよね、ほんと。だけどすごくシンプルでいいですよ。今このカメラは左右に頭は振れませんけど、振ってもね、少ししか振れない。でも今からハンズマンと北山に行くけども、そこでいくらっけ、150円ぐらいのものを、買いさえすれば、これがくるんくるん動くようになりますからね。そういうのに興味のある方は楽しみに待っといてください。ただね、今日はね、ちょっとね、今日は日曜日なんですよ。だから車が結構多いかも。時間がね、12時49分。ひょっとすりゃ食事タイムだから案外空いてるかもしれませんけどね。もうあれですよ、多い時はもうやっぱり車が立体駐車場側もいっぱいっていうのがあったりしますからね。さあどうなんだろう。混んでませんがよ。たまにはずっと今さっき私が言ったあの辺からずっとこう連なっているところが時がありますからね。次の信号左折です。ここですね、ハンズマン左折ってこう看板が出てますね。あ、そうでもないそうでもないですね。昨日の方が混んでましたね。ああ、ガラガラだ。まあ大体によって頭から突っ込んで、そのまま出れるところに大体止めますからね。
はい、ちょっと待っててくださいね。すぐ帰ってきますから。はい、どうもお待たせしました。190円と230円のものを買いました。190円はですね、サラネジっていうのがあるんですけど、それの直径が3ミリ、長さが8ミリ、ステンレス。本当はですね、そのステンレスじゃなくてもよかったんだけども、もうそれしかなかったもんですからね、それがピタッと合えばこのあれですよ、ちょっと待ってください。駐車場抜けるまでやっぱりね、はい、あれカメラの左右に、カメラをですね左右に振ることが簡単にできるようになるんですよ。もう本当私のは超アナログですからね、こげ簡単やっていうやつですけど、はい、まあ欲しい品物はほらこれぐらいは今でも動かせられるんですよ。左折ですね。なんだけどやっぱり自分の意図した方向にこうスッスッとこうこれぐらいしか動きませんからね今ね。まあ欲しい商品はもう買いましたけど、せっかくだから北山さんのそのもう一軒このすぐ近くに私がよく利用するとこありますから、そこも行ってみましょうね。次の信号を左に行きます。前の方にほら黒いあれで外壁で、はい、今こう左ですね。買いませんけど、ちょっと中をちょっと邪魔にならんよだったら回ってみましょうかね。左はい、ここを右行きますね。面白いもんでですね、ハンズマンにないものがここにあったり、ここにないものがハンズマンにあったりするんですよ。
ですからね、両方ともね、私がにはなくてはならないところですよ。はい、右折します。まあせっかくここまで来ましたから、もうちょっと走ってみますね。ここあたりは昔はここは東海町系だったらもう製材団地って言ってましたからね。それ以外の業種は入れなかったんだけども、今はもうそんなこと言ってられませんからね。もうそれ以外の業種の方が多くなったんじゃないですかね。なんかね、天気予報によると明日は天気が良さそうですが、まあ今日も天気はいいんだけども、明日は全部太陽マークが出てました。ここ左行きます。まっすぐ行けばイオンですけど、ここを右に行きます。はい、ここのですね、左側に裏、小さくトライアルって書いてあるでしょう、英語で。大きく書かないところがここの良さですよね。すごく安いですよ、ディスカウントショップなんだけども。あんまりね、大々的にね、あれしない。看板は遠慮がち。ここをね、右に行きますね。今日はここでちょっとね、買い物をします。ですけど、せっかくならね、トライアルを正面から捉えようと思って。はい、こんな感じですね。24時間営業じゃなかったけ、夜遅く来たことはないですけどもね。はい、ということで今日はここでお開きです。ありがとうございました。